はい、どうもハリウッドでございます。本日は、マリオオープンゴルフですね。レトゲ10分チャレンジやっていきたいと思います。これピーチ姫が双子なのかわからないですけど、今にしてもいたら右のピーチ姫はちょっとビッチ感がありますね。めちゃめちゃボディタッチしてますから。マリオオープンゴルフはかなり流行ったんじゃないですかね。ゴルフゲームとしては当時というかかなりクオリティが高かったイメージがあるんで、楽しんでいきたいと思います。少しでも面白いと思っていただいたり共感できたら、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。それではスタートしましょう。ストローク、マッチ、クラブ、ストロークプレイ、クラブハウス、ストロークでいいのかな？ストローク。プレイするコースを選んでください。誰？ジャパンコース。誰？このゲームは18オーバーになるとゲームオーバーになります。注意してください。あ、そういうことね。あ、こんなんだったな。イェイ。いいね。やった、じゃあ。あ、こんなんでしたわ。あれ？スロー、ミドル。一番ウッド。どれくらい飛ぶのかな ?260 っすよね。これでいいのかな、ショット。違う。オッケー。もう同じことしません。A でいいんだよね。よしよしよし。恥ずかしい。ちょっと待って、使わない、これ。でー。これってさ、スイング遅くしようかな。やっぱ3度じゃないと無理よね。アイアンでも飛ばせると思うんすけど、やっぱ3度かな。ちょっとアイアンでいけるか行きましょうか。ゆっくりにしたんで。まあ。結構飛んだよ。言うて。オッケー。で、120。で、風があるから、ピッチングぐらいでいいんじゃないですかね。高いから、ここら辺で、ちょっとね、バックスピンかけるぐらいでいいと思います。おっしゃい！いいんじゃない？いいかも！いや、バックスピンが余計。バックスピンが余計でした。ちょっと待ってね、18ヤードでしょ。18ヤードだったらこれパターで、ほぼ、振るぐらいで、いいんじゃないですか？これぐらいで。恥ずかしい。ファイト！あ、頑張ります。ちょっと待ってね。このままで、どれくらいだ？これくらい。ば、おい！いや、まあ、悪くはない。強さがわかんないんですよ。ちょっと待ってね。これくらい？まあ。プラス3か。いや、悪くはないっす。1打空振りしたし。めっちゃおもろいんですけど。風があるから、コースね。ちょっと早めに押すぐらいがいいっす。これくらい！うわ、上手くなっている。めっちゃ上手くなってますやん。フェアウェイ。まあ、ラフか。202ヤードか。風があるけど、そうっすね。ウッドで200で狙っても良さそうですよね。まあ、悪くない。ちょっとアウトにかかったけど。下手くそ？くそ。やっぱラフだとダメだね。まあ、いいっすわ。サンドイッチで、フルで振ったらちょっと超えるから、フルよりちょい弱めぐらいですね。オッケーです。これくらい、最悪。帰ってくるのが早かった。まあ。OB やめてよ。OB！ 危ね。深い。38ヤードか。やっぱここはピッチングでしょう。で、バックスピン入れて、3分の1ぐらいでいいのかな？これくらいで。こんなんでどう？バックスピン、これ！
もうこっからパターで。パターインで。どれくらい？これくらい？いやー、弱かったか。外から入れるときは相当強く、いった方が良さそうっすね。まあまあ。お、危ねえ。やめてよ。プラス5、最悪だ。お。これワンチャンありますね。234か。これホールインワン。バックスピア無理でしょ、ウッドで。ホールインワンあるかもよ。ホールインワン！ワン、いいかも！ホールインワン！いや、いい！ホールインワン！あ、惜しい！バーディーチャンス！ちょっと待って、バーディーチャンスこれ。まさかのバーディーチャンス。ちょっと待ってね。マジでバーディー取りたいんで。来い！わははははははめっちゃ流れた。めっちゃ流れたって。ちょっと強めかな。はあ、まあ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 。あんなさ、嫌われ方ある？あんな嫌われ方ないで。あんな、くそー。あんな嫌われ方があっていいのかと、俺ビビるぐらいなんですけど。くそー、バーディーチャンス、完全にゲットしたと思ったんですけど。まあ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 。いいね。風が強いのか、超えれますかね、ちなみに。鈴木ちなみにさんに。まあ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 、行きましょうか。パワー重視！なんやねん、これ。なんやねん、パワー重視って。ちょっと待って、2番アイアンで、じゃあ思いっきり行くっきゃないっすよね。パワー重視言ってパワー重視できてなかったからね。これくらいさっき打ててたら、そうでもねえな。2オンできたもんなのかと。82か、風がすごいから、こんなもんかな。思いっきり振っていいと思うんすよね。多分風の影響受けて、あ、いいかも。バックスピン効きかけてるんで。いらない。バックスピン、いらない。いらない。ちょっと待ってね。これね、転がすよりは、サンドウィッチでちょんちょんちょん、ちょんで浮かした方がいい説。これ、アプローチ。弱い。まあまあまあ。無理でしょ、これ。どうなってんの？こんな感じ？こんな感じ？まあ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 、折り返しが、邪魔者がいないですから、これで入ります。まあまあまあ。トリプルボギーね。お !170 か。これ本当にホールインワンはあるかもしれないっすよ。バックスピンかけなくていいか、そのままで。これホールインワンチャンスです。ホールインワンチャンス！難しいんだけどさ、やめてよ。思わせぶりがひどいぜ。思わせぶりがひどいですけど、さっきから。まあまあ、悪く、せっかくホールインワンチャンスだったのに。こんなもんでしょ。うまっ！バックスピンこれ嫌がらせだろ。バックスピンのせいで入んなかった説これ。なんなの、さっきから。さっきからなんなのこれ。ちょっと待ってくださいね。あそこに入ったら OB なんですよね。ちょっと待って、バックスピンとかけたくねえよ。バックスピンしてよかった試しがほぼない。パワー、オッケー。これほぼ完璧ショットっすわ。2オンあるよ。風が7で、160。あ、いいっすね。これでバックスピン2行って、帰ってくるように打ったら。オッケー！いいかも！あれ？
ックスピン、そうでもねえな。パー4っすよね。一応これが、あれですよね。バーディーチャンスっすよね。チップインバーディー。チップインバーディー。バックスピン、バックスピン、バックスピン。どれくらいなもんなのか全然わからんけど、こんなもんか。いつもこれ。ちょっと待てー。まあまあ、パーだから。やっぱ、ボギーか。まあ、ボギーでまとめれれば十分じゃないですかね。はい、ということで今回は、10分チャレンジ、これ終わりたいと思います。マリオオープンゴルフめちゃめちゃ面白いっすね。めちゃめちゃ面白い。つかゴルフゲーム自体がやっぱ相当面白いのかなと思うんですけど、なんか子供の時にめちゃくちゃやった記憶を思い出して、それはもう子供の時これがハマってやるなってのを思い出しました。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。感想もコメント欄でいただけたら嬉しいです。それでは失礼します。バイバイ。